今回はこちらの開封動画を撮っていきたいと思います。こちらはですね、ポケモンセンター限定のガチャガチャというもので出ていたので回してきました。今月の1月1日つまり元旦に発売したガチャガチャ、すごいね、可愛すぎるからちょっとやるの迷ったんですけど、まあ現物見てしまったらやっぱりね、可愛くて欲しくなってしまったのでやってきました。フィギュアコレクションミックスオレボリューム1全5種。はい、見てわかる通り EV フレンズの、まあ可愛くデフォルメされてねフィギュアになっているというこのシリーズ、とっても可愛いですね。 EV が結構ね黄色っぽいんですよ。映像なんだろう、カメラ通すとそんなでもないんですけど結構黄色なんで、正直このサンダースかなって思ったら EV っていうパターンが多くて、5種類の中で被ってしまったのが EV とシャワーズ、残りは2個ずつしか来なかったので、まあ、ある意味このニンフィア、ブースター、サンダースはちょっと出にくいんでしょうか。それともたまたま自分が運悪く、引き続けちゃっただけなのかな。まあ EV はちょっと多く入ってそうですよね。いいね。サイズ感もちっちゃいんですが、結構いい感じのサイズですね。で、こちらがドリンクのもの。はい、ドリンクの EV は結構ね原作寄りの EV の色をしています。茶色っぽい感じだよね。だいぶはい、2つ目はブースターです。かわいい、すごいデフォルメはされてますが、この首周りのとこであったり尻尾のこのボリューム感であったり、ね、頭のこのモサモサってしてるこことか、結構まあデフォルメされてるなりにすごく原作である部分はちゃんと取り入れられて、すごい上手い具合にねデフォルメされてんじゃないでしょうかね。顔が可愛いよね、とっても。今回のこのフィギュアのねこのポーズと、こっちの座ってるポーズはねないんですけど、 EV はね座ってるポーズなんでいい感じですね。あ、とっても可愛い。シャワーズね、結構やっぱ自分は引きの運があるんでしょうか。シャワーズがね結構来た。まあ可愛いからすごくいいんだけどね。はい、シャワーズの缶の方はこういった感じになってて、こっち側は座ってる。あ、可愛いなこれ。こっちのフィギュアも欲しかったね。可愛いわ、とっても。はい、でフィギュアの方はいいね、ボリューム感があってとっても可愛いです。イケメンサンダースがめちゃめちゃ可愛い。やばいねこれは、マジでクソ可愛いなこれは。はい、缶の方も座ってるのとこのポーズ、これはさイラストよりもこっちの方が可愛いかもね。フィギュアの方が可愛いかも。5個目はニンフィア、可愛いねこれ。このリボンの部分、リボンっていうのかな、なんだろうこの部分よくわかんない、この部分もいい感じにデフォルメされてますね。こんな感じです。とってもいいと思います。はい、では緑のカプセル、こちら開けていきたいと思います。ボリューム2全5種、こちらは EV にエーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシアという5種類です。まあね、このブラッキーがすごく欲しくてもともとやってたんですけど、まあ出ない、なぜだっていうぐらい出ないね。運が悪かったのかな、それともブラッキー自体が少ないのかな、ちょっとよくわからないんだけど、よく出たのがねリーフィア、グレイシアと、あとやっぱ EV が出たかな。このエーフィとブラッキーは全然出なくてね、第1弾のボリューム1の EV はこっちの方ですねのポーズだったんですが、ボリューム2今開けた方の緑のカプセルのポーズはこちら、やはり黄色っぽいですよね顔が、まあ、体の色全体がなんですが、まあ可愛いからいいんだけど、なんか EV にしては黄色だなっていう感じですね、だいぶ。なんだろう、イラストも可愛いんだけどフィギュアもすごく可愛い、いい感じですね。エフィアね、尻尾が二股に分かれてるのもとっても可愛いですね。グレイシア、髪の毛みたいなね飾りがついてて可愛い子です。なんか裏から見るとなんかちょっとねカツラみたいな感じにも見えますが、尻尾も変わった形してて、デザイン的に面白い形ですよねこの子は。はい、イラストもこんな感じで、座ってるのがこんな感じ。おお、なんか要素が多いですねこの子は。ちょっとリーフィアもですね、割とデザイン的には結構ね細かく色分けされているキャラクターで、実際はどうなの、これグラデなのかな、もしかしたらこのフィギュアだとこういう風に色分けされてるけど、
ね、はっきりと分かれてるけど、元の絵はどうなんだろうな。はい、座ってるポーズ、ほんと尻尾が完全に草みたいですね。ブラッキー、おーかっこいいね。やっぱ、まあ、この絵はね完全に可愛いんだけどね、いいよね。やっぱ模様もちゃんと表現されています。目が赤いしね、いいよね。この子だけ目が赤いんだよね。はい、座りのポーズはこんなイラストで、反対側、うん、いいね。このシリーズは原作よりの全く同じ色ではないんだね。ブラッキーもね、ちょっとなんか薄い紫になってるし、うん、 EV の色もちょっと違うしね。エーフィーの色はね別にそんなに違和感ないというか、まあ、こんな色だなって感じなんだけど、この中で一番なんか違和感感じるのはやっぱ EV だね。 EV はもっと茶色であるべきだと思っていたんだけど、なんか黄色っていうか、まあオレンジっていうのかな、茶色ではない色だよね。まあ、このパッケージにするにあたって、パッケージというか、まあ、このイラスト自体が、まあ、イラストはね茶色に描かれてるんだけどね、不思議だよね。ということでね、今回はこちら10種類コンプリートいたしました。いやー、かぶりはそれなりにあったけど、とっても、いいガチャガチャだったなっていうふうに思います。こちら4つ、本当はやるつもりなかったんだけども、可愛すぎるかなと思って、そうだのフィギュアコレクションといって、ついているドリンクが違うっていうことなんでしょうか。あとね、それとなんかポケモンたちがみんなこうリボンをしている、みんなじゃないのかな、リボン、まあピカチュウとイーブイがね、まあ、リボンしてるんだよね。ペロッパフに謎の草人もしという感じですね。でピカチュウが欲しかったのと、この中だと謎の草が欲しかったんですよ。ピカチュウはね割と早めに出まして、また例によって EV がダブりまくりで、ペロッパフというちょっと謎の自分の知らないキャラクターが出まして、最後に謎の草が出たという感じですね。謎の草が割とレア枠なんでしょうか、それとも人もしかな。人もしは EV がたくさん被った中でも出てこなかったんですね。なので、まあ、またこれ謎の草出すまでにコンプしちゃうかもしれないと思いきや、この子はね最後まで出ませんでした。なので、ね、これだけはね、あの4種類コンプはしていません。ピカチュウの飲み物は青いリボンがついてるね。まあそうだの瓶っていう、かわいいねこれ、ほんとかわいいと思う。でもね正直言ってよくわかってないんだよね、この最高ソーダとこのミックスオレっていうのは、これは普通のドリンクとコラボっていう感じなんでしょうか、それともポケモンのゲーム内にもしかしてこのドリンクが出てくるの。そうなんだよねきっと、ポケモン内に出てくるドリンクなんだよねきっと。はい、お次はこちら、ペロッパフというキャラクターですね。まあ最近のポケモンは本当よくわからないので、このポケモンがなんだかちょっとわかんないんですけど、こちらはね黄色のリボンで、ストローが無地なんですね。はい、お次はこちら、 EV はドリンクはピンクで、あ、色が反転してんだね。ピカチュウのと色がちょっと違うのと、 EV のフィギュアは全く一緒かと思いきやリボンがついている。まあでもこれとだいぶ似てるは似てるかな。まあでも表情が違うっていうのとね、向きも違うので、うん、まあこれはこれですごく可愛いなっていうふうに思いますね。はい、今回のラスト、謎の草、可愛いねこれ、やべえやべえ、これは可愛い。今回はこんだけのガチャガチャやってきました。正直お金がかなり吹っ飛びましたが、すごい満足しています。やばいねこれ、だって1回300円だよ。え、マジダブり合わせて何個やったのってぐらいなんだけども、うん、まあ想像だよね本当に。すごいね最近のって、イラストとほぼ変わらないというか、イラストよりもいいフィギュアが作れるんだね。すごいよこれ本当に。最近はポケモンセンター行った時によく見るのが、やっぱりさ、いろんな作家さんが描いてるよねもう。でそういったグッズが増えてきて、でやっぱりそういうさ、なんだろう、正規のイラストじゃないっていうかさ、そのファンの人が描いたイラストみたいな感じじゃん。
あの金平さんのやつもそうだし、まあ、いろんな人がこう自分流にポケモンを描いてそれをグッズとしてこう出してるんだけど、やっぱりさ、そういったやつになると好き嫌いっていうのかながかなりあるからさ、ここまで崩したら自分は好きじゃないとかさ、こんなに可愛くしちゃってポケモンじゃないみたいなさ、そういうのあるんだと思うんだけど、でもね、これはね、こうこの人の絵はね、自分的にすごい、なんだろう、ハマったというか、すごいありだなって思える。本当に、まあプロの方はもちろん描いてるからそうなんだけど、もともと可愛いものをね、さらにこう可愛くできるっていう、この人の才能は本当にすごいっていう風に素直に思いました。ネットでさ、初めてさ、この画像、このイラストがね、公開された時にさ、やべえ、なんじゃこれ、可愛いと思ってさ、すげえ楽しみだったんだよね。自分的に今回すっげえ可愛いと思ったのはね、やっぱこれかな。謎の草かな。謎の草可愛すぎるね、これ。 EV もね、超可愛いんだけど、うん、あとはね、やっぱこのサンダースかな。サンダースがめっちゃ好き。すっげえ可愛い、これ。この方の第2弾はもうこんだけ出たら出ないような気もするんですが、この人のエルガラがね、自分的には結構好きなんで、また描いてほしいなとも思います。みんなさ、こういう企画ものってやるとさ、絶対この EV フレンズが一番初めなんだよね。だから EV、 まあそれなんか描きやすいっていうか、差別化しやすいのかな、やっぱりその人の癖とかも出るし。